フレディ・リンドストロームは1920から1930年代に活躍したアメリカメジャーリーグの選手。ポジションは三塁手、外野手。イリノイ州シ,シカゴ生まれ。右投げ右打ち。16歳の時にシカゴカブスとニューヨークジャイアンツのトライアウトに参加、その後当時通っていた学校を中退して、マイナーリーグのトレド・マット・ヘンズに在籍していた。 1924年、トレドのチームメイトだったビル・テリーと共に18歳で、ニューヨーク・ジャイアンツに入団52試合に出場する。同年ジャイアンツがワールドシリーズに駒を進め、リンドストロームはワールドシリーズ史上最も若い出場選手となった。入団3年目からコンスタントに3割を打てる打者に成長、1928年に、 リーグ最多の231アンダと打率、358、107打点を記録し、その年の MVP 候補となった。1930年にもシーズン231アンダ、106、打点、打率、379と活躍するが、この年は同僚のビルテリーが4割打者となった年で、打撃タイトルには手が届かなかった。 1932年のオフにトレードでパイレーツに移籍。パイレーツでは外野手を務めていた。2年後の1935年にはカブスへ移り、自身2度目のワールドシリーズ出場を果たした。翌1936年シーズンを最後に31歳で現役を引退した。1976年にベテランズ委員会がアメリカ野球殿堂入り選手に選出した。 1981年にシカゴにて死去。ありがとうございます。